さん、本当に今日はいらしていただいてありがとうございます。こんなにたくさんの人に集まっていただいて、どえらい嬉しいがね。かわいい、ありがとうございます。どうですか皆さん、拍手が起こりました。本当にかわいい。やっぱりあれですよね、こう地元の言葉を使って喋ってもらえると名古屋の人としてはとても嬉しいですよね。はい、なんか一回外の距離がぐっと近く感じられましたね。さあ、それでは早速ですけれども、はい、今回の映画についていろいろと伺ってまいりたいと思います。はい、まずはこのママレードボーイなんですけれども、はい、原作が漫画ですよね。はい、でこの作品って多分桜井さんが生まれる前の作品だと思うんですけれども、はい、今回役が決まってから原作をお読みになりましたか？はい、役が決まってから漫画とアニメと両方見ましたね。作品は20年以上前の作品なんですけど、両親がパートナー交換して一緒にシェアハウスに住んじゃうって、はい、逆に新しいなと思って、私はだから古っぽさみたいなのはあまり感じなかったですね。確かにそう、パートナーチェンジって今までそんな設定聞いたことなかったですもんね。はい、でそんなパートナーチェンジなんですけれども、もし桜井さんの現実でご両親がちょっとパートナーチェンジしようかなって提案されたらどうします？絶対無理です。絶対無理です。絶対無理です。そんな受け入れられないですよね。やっぱり嫌ですよね。嫌ですね。大好きなお父さんとお母さんが全然違う人とちょっとみたいな、嫌です。受け入れられないですよね、はい、普通は。なんですけれども、今回のこのママレードボーイでもね、そういう風にして話が進んでいくんですけれども、はい、まあ、そういうわけで、まあ、同い年のユウという男の子と一緒に暮らすことになるんですが、このユウという男の子、ママレードボーイという風に作品の中では表現されるんですけれども、甘いだけじゃなくて、かっこいいだけじゃなくて、ちょっと苦いところもあるという登場人物なんですよね。はい、はい、でそのユウなんですが、これももしもシリーズで現実にいたら桜井さんは好きになっちゃいそうですか？どうですか？なりますね。なります。はい、どんなところが魅力ですか？やっぱり完璧なルックスもそうですけど、中身がすごく、なんだろう、ずるいですよね。あの、なんだろう、直接的には優しくしないというか、あの、なんだけど困ってる時に一歩ふっと背中を押してくれるような言葉をかけてくれたりとか、はい、ずるいと、多分好きにならない女性はいないんじゃないかなって思います。確かにそうですよね。もうそういう登場人物ですよね、はい、ずるいという表現がありましたけれども、まあ、そんなユウと関わり合いながら、この作品の中ではミキ役ですけれども、ミキがこう、はい、どんどん成長していくように私には感じられたんですが、はい、まあ、その成長する前と後、成長している過程の演じ分けというのは自分の中で何かポイントにしてたことありますか？そうですね、あの、髪を切るシーンがあるんですよね。あの、台本には書かれていないんですけど、きっとミキはユウと別れてからずっとあのユウのことを思って涙する日々があったんだろうなっていうのを想像してたので、はい、その髪を切るシーンでは決意を固めて、あの、ユウを嫌いになるわけではなくて、あの、くよくよしてる自分を立て直す、あの、前に進まなきゃっていうシーンがポイントでしたね。あ、なるほど。確かに髪を切るシーンがあって、あ、はい、本当に切ってたんですね。本当に切りました。なんか役で髪を変えるっていうのは初めての経験だったし、憧れだったので思い切って切っちゃいました。あ、憧れでもあったんですね。憧れでした。なんか、はい、他の芸能人の人がちょっと役で金髪にしましたとか言って、ちょっと羨ましいなって思ってたりしたので、じゃあ夢がちょっと叶ったという。ちょっと叶いました。短いのもとてもよくお似合いでした。ありがとうございます。短いですもんね。あ、はい、はい、さあそんな成長をしていくミキなんですけれども、まあ、演じる上でこうモテモテですね、やっぱり。嬉しい。すいません、私今日一人しかいなくてちょっとごめんなさい。いや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 、もう私もこの位置でお話できるのが本当に嬉しいです。ありがとうございます。はい、実は私、あの、中京テレビのアナウンサーなんですが、この舞台挨拶が始まる前にも、あの、中京テレビインタビューをさせていただいていまして、一度お話ししたんですよね。はい、そうです。そうなんですよ。
で、その時今日、桜井さん今日名古屋にいらっしゃったんですけれども、はい、昼に名古屋飯を召し上がったんですよね。そうです、ひつまぶしを用意していただいて、めちゃくちゃ美味しかったです。もありがとうございます。だしがちゃんとボトルで用意されてるんですね。ああいうのってはい、もうだし飲んじゃえと思っちゃいましたそれくらい美味しかったと。美味しかったです。ありがとうございます。名古屋のものが褒められると私たちは嬉しいです。本当ですか、はい、ありがとうございます。さあまた映画の話に戻るんですけれども。戻るんですね。はい、戻りますこのマーマレードホワイトも至る所でキュンキュンするポイントがたくさん私はあったと思うんですが、はい、桜井さんが見て一番ここキュンとしたなとか見どころだったなって思うシーンはありますか。私はシチューのシーン、ユウと二人でシチューを食べるシーンが一番好きですね。あ、確かに。なんかまだお互いそんなに仲良くなっていないんだけど、うん、その意識してるっていうのが、うん、セリフとか言葉じゃなくて雰囲気で伝わるなっていう、そこにキュンとしましたね。確かに、皆さんシチューを食べるシーンは注目です。本当に私も見させていただいたんですが、その時も印象残ってるぐらい、確かにでも共感するぐらい、本当にセリフもないんですけれども、2人の自然の交わし方とか声の感じとか、そういうのでこう2人の関係がどんどん変わっていくのが感じられるシーンですよね。はい、ではキュンとした話つながりですが、はい、桜井さんが最近キュンとしたことって何かありませんか。最近キュンとしたことですか。はい、電車に乗ってる時に、電車、はい、こうやってドアが開くじゃないですか、うん、私そのドアの開く端っこに立ってて、でその向かいの人ところに男性が立ってたんですよ、はいはいはい、でもう閉まりますってなった時に女の人が走ってきて、でもう閉まる閉まるって時に男の人がガッてドアを掴んで開けてあげたんですよ。止めてくれたんですね。そうなんです。結局、はい、乗れなかったんですけど、女の人は電車が発進して何事もなかったかのように窓を見てて、男の人が、キュンときますね。それはキュンときました。黙ってこうちょっと力を貸してくれた。そうなんですよ。なかったけど、なるほど、日常にキュンはあるんですね。あります、はい、キュンとしやすいですし。そうなんですか可愛らしい。私がこれ聞かれても、なんか最近あったかなって迷ってしまいそうだったんですけども、はい、すぐ出てきてびっくりしました。はい、というわけなんですけれども、このママレードボーイを撮影されてる時に、いろんな地域移動されてたんですよね。仙台とか北九州とか行かれて、ね、行きましたね。仙台、横浜、つくば、京都、北九州。私仙台出身なんですけれども、あ、仙台だったんだってエンドロールで思って。そうですね、学校編は全部仙台で撮ってます。テニスやる、テニスのところとかも全部仙台です。どうでしたか仙台は。個人的にそうなんですね。仙台は、うん、寒かったです。時期的には何月、何月で、あれでも12月とかですかね。あ、一番寒い時ですよね、うん、で結構天候が変わりやすかったりするじゃないですか、うん、はい、そうですね、でその日が待つ時間を利用してみんなでテニス一緒にしたりとかしたんで、楽しい思い出はたくさんあります。あ、そうなんですね。ありがとうございます。その楽しい撮影が楽しかったというお話先ほども聞いたんですけれども、はい、一緒にこの作品に出演されている方々、他の出演者の方々との、なんか、これ面白かったなとか、そういうエピソードがありますか。はい、共演者の吉澤さんと佐藤大樹くんと、はい、あと結城美桜さんの4人でご飯に行ったことがあって、いいですね、焼肉屋さんだったんですけど、はい、そこでアワビを頼んだんですよ、うん、でアワビ頼んだら結構うにょってアワビがもだえてて焼かれてるんですよね。そのもだえてるのを4人でハァーって言いながら見てたのが思い出です、はい、なかなか独特なエピソードですエピソードですね、はい、ありがとうございます。作品関係なくてでもこういうことこそ聞きたかったりしますよね皆さん。大きくうなずいてくれてる方もいらっしゃいますが、じゃあなんか作品で撮影を一緒にしてるうちにどんどん仲良くなっていくっていう感じなんですか。そうですね、やっぱり、うん、か仲良くなっていきましたね。そういう時間を積極的に吉田さんが作ってくれたりしてたので。そうなんですか。そういう主演としての立ち振る舞いっていうのを全部吉田さんがやってくださいましたね。
吉澤さんのお話が出ましたけれども、普段はどういう方なんですか？普段ですか？普段は私わからないです。普段はわからないですけど、はいはい、現場では本当に温かい空気を持って、なんかみんなで一緒にご飯行こうって誘ってくださったりとか、たくさん話しかけてくださったりとか、あの私がたまにポロッと出てしまう会までを真似してくださったりとかして、すごく和ませてもらいましたね。とってもこう和やかな雰囲気で撮影してたんだなっていうのが伝わってきました。そうですね、はい、ありがとうございます。とっても名残惜しいんですけれども、最後に、はい、これからこのママレードボーイをご覧になる皆様に一言メッセージ、見どころなどお願いいたします。はい、本当にときめきがたくさん詰まった作品になっています。ユウとミキの恋愛もそうですし、その他の登場人物のさまざまな恋愛模様も描かれていたり、あと家族との絆も描かれています。いろんな魅力がある作品なんですけど、あの少しあの裏話的なことを言いますと、ミキがユウの部屋で電気をつけるシーンがあるんですよ。あのその手元にきっとゴキブリが映ってると思うんですよ。あの偽物ですよ、偽物なんですけど、それもし私もローボイでちょっともしかしたら違うかな、映ってないかなって感じなんですけど、見つけたらあの教えてください。はい、ちょっと今のヒントでしたね。あの電気をつけるときに手元にいるはずっていう、はい、どのシーンなんでしょうか。なんかゴキブリに集中するの嫌ですから、ね、ちょっとちゃんとストーリーを楽しんだ上で、そうです、そうです、そうです、うんうん、家族の絆とかそういうのを感じた上で、ちょっとした面白ポイントも見つけてみてくださいということでした。はい、はい、桜井さん今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。本日のスペシャルゲスト桜井日奈子さんでした。皆さんもう一度大きな拍手で